僕は今、秋田フーズさんという会社に訪問させていただいております。今回初めて食品会社さんに訪問させていただいて、面接を受けさせていただきます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。秋田フーズで採用担当をしています、小浜と申します。秋田フーズ人事部の室長をしております、斉藤と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速面接を受けさせていただけたらなというふうに思っています。はい。実は弊社の面接はスマートフォンを使った面接になっております。ご自宅で受けていただきたいと思っております。なるほど、はい、というのは今から帰るということでしょうか。そうですね、帰っていただいて。わかりました。ちょっと遠かったんですけど頑張って帰って受けた上でまた訪問させていただけたらなというふうに思います。はい、はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日は今から AI 面接を受けようと思います。これまでの仕事やアルバイト、学生生活などでとても苦労したことや困難な状況を乗り越えたという経験はありますか？はいかいいえでお答えください。はい。その苦労や困難はどのような状況だったのですか？YouTube をやっていて、登録者数がなかなか伸びなかったことです。その後も1時間以上 AI による面接を受けた瞬、動画後半の総評では AI 面接の正確すぎる分析力が明らかになります。お久しぶりです。お久しぶりです。 AI 面接のレポートの方が上がってきて、結果の方も出てるということで、はい、採用不採用か本日はお聞かせいただけたらなっていうふうに思っています。はい、いいですね。この2択で言うとですね、はい、不採用ってことになっちゃうんです。我々の会社は、まずバイタリティがあること、それと柔軟性があること、それから、あと感受性があることというこの3点を持っている学生を求めています。と言いますのも、我々の会社の、精神なんですけれども、一を持ってこれを貫くっていう表現があるんです。何かというと、我々は半世紀以上安全安心新鮮な卵を愚直に作り続けてきました。ただこういうふうなビジネスっていうのは当然従業員一人ではできませんから、たくさんの従業員が力を合わせて進めていかなきゃいけないということになっています。諦めずにその仕事をやり抜く力、そういったバイタリティと新しい取り組みにも素直に柔軟に対応できる柔軟性、それとやはり周りの働いている人たちに思いを馳せられるというか共感できるような感受性、この3点を持っている学生を我々は望んでいます。バイタリティや柔軟性などいくつか当てはまる部分はありそうだが、一体なぜ不採用の決定をしたのだろうか。ズバリ僕が落ちた理由としてはどういったことが挙げられるんでしょうか。そうですね、しゅんさんはやっぱりイニシアチブが突出しているわけなんですよね。で他に、バイタリティと自主独立性がそれ後に続くんですが、やっぱり知的好奇心がやっぱり強いんです。でもう新しいことにどんどん取り組んでいく、一方で計画性が弱いということですので、そのどんどん突き進めるっていうところがもうしゅんさんの強みであるんですけれども、我々のビジネスっていうのは農場で鶏をまず育てるところからやっていくわけなんですね。そこでやはりこう現場をしっかり知った上で次のキャリアを歩んでいくっていう中でいくと、しゅんさんそこ耐えられないんじゃないかなと思っていて、やっぱりやってるうちにどんどんまた次の好奇心が興味のあるところに行かれ、そこにどんどん進んでいくっていう、こういうふうなことになってしまうんじゃないかというふうに思いました。残念ながら不採用だったが、この後 AI による脅威の分析力を目の当たりにする。投票を行わせていただきます。1時間13分という面接時間、本当お疲れ様でした。ありがとうございました。かなり戸惑ってました。今までの面接で一番戸惑ったと思います。そうですよね、はい、かなり戸惑っていてぼやいてましたよね。あ、そういうところも聞こえるんですね。ぼやいてました。これもしっかりやっぱり発言が全て文字起こしされるので、はい、結構ぼやいてましたよね。AI 面接っていうのは我々の方に大きく7項目で点数化されてフィードバックがあります。それとあと観察項目ということで3項目あるんですが、7項目のうちイニシアチブ
ずば抜けで高いんです。で、このイニシアチブってどういうことかというと、まあ、より高い目標に向けて自ら進んでなすべきことを考え出し、他に先んじて行動を介する能力、まあ、こういうのが一番高いんです。で、次に高いのが、バイタリティと自主独立性という、この3つが高いです。このバイタリティ、イニシアチブが高い方の傾向なんですけれども、はい、まず行動や発言が多く、知的好奇心がある。で、思い立ったら行動するという。で、あとですね、粘り強く業務を遂行することができる。自分の意見、信念をしっかり持ち、自己主張をはっきりする。他者に依存せず自分で判断して行動するという、こういう傾向が俊さんの方には見受けられます。イニシアチブが先ほど高いと言いますけれども、高すぎるので、現状に満足しないあまり目移りすることが多く、その時に最も興味を示した事柄に対して集中行動すると。逆に言うと興味がないことはもう諦めたりやる気がなくなっちゃったり。図星です、はい、ですか。で、あとですね、自主独立性が高いのはこれは、まあ、場合によりけりですけど、わがままというふうに捉えられてしまうことがあります、はい、あとですね、その計画性っていうのが低いんです。勢いに任せて手当たり次第に行動してしまうというふうな傾向が出ています。ということで、今秋田フードさんでは、新卒採用21卒22卒どちらもされているということで、今後も採用活動は活発に行っていくということでしょうか。そうですね、はい、これからもやっていこうというふうに思っています。 AI 面接の後に1回最終面接、対面の最終面接1回行います。役員と、人事管理職2名と学生1名でやります。まだ21卒の採用も行っているという、そうですね、ことなので、はい、この動画を見ている大学4年生の方であったり大学3年生の方は下の概要欄に秋田フーズさんの採用フォームを貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。はい、こんな感じで AI 面接を受けさせていただきました。初めは AI で面接なんてできるのかっていうふうに疑問を持ってたんですけど、実際やってみると今まで受けてきたどんな面接よりも自分のことを言い当ててたのでびっくりしました。 AI 面接のようなサービスが浸透することは就活生にとってもとても有益だと思うので、皆さんもぜひ AI 面接をする時があったらぜひ感想を教えていただきたいです。というぐらい今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。